絶対合格して私もカレイドスターの一員になるなるなる。さてと、カレイドステージはどっちかな。こっちかな、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 どっち。やば、はっきり言って迷子。ニューススタンドか、あそこで聞こっと。すいません、カレイドステージへ。カレイドステージ、しまった、いい筋肉だ。何？気をつけろ。は？話をごまかさないで。あんた以外に何に気をつけろっての？スーツケースとか。いただき！こら！全速力！ムカつくやつ。これ使って。ありがとう。くそ、どうなったら。返してもらいます。までこの時期は多いな、家出が。家出じゃありません、私今日日本から。日本から？そんな遠くからの家出も珍しいわね。だから家出じゃありませんってば。オーディションに遅刻しちゃう、どうしよう。とりあえず親御さんがどんなに心配している。気にしないでください、ただの準備運動ですから。大丈夫、お話は聞いてますから。そうかい、カレイドステージのオーディションに。俺はこう見えてもカレイドステージの大ファンでな。気にしないでください。ほら、見えたよ、あれがカレイドステージだ。本当？じゃあ、頑張って。ありがとう、ポリスさん。やっぱりな、大遅刻だよ。では、審査の結果はマチネ終了後に発表となりますので。失礼します。あ、よかった、ここだ。君は？空、私の名前は苗木の空です。遅くなって申し訳ありませんでした。あ、オーディションはたった今終わったんだよ。私このオーディションのために日本から来たんです。え、そうなの。 OK、 それじゃあステージに上がって。ありがとうございます。ダメよ。レイラさん、オーディションは終わりよ。レイラ・ハミルトン、本物。遅れたのには訳があって。何があってもステージは時間通り始めるものよ。でも帰りなさい。
レイラさんがダメって言ったらダメだから、また来年チャレンジしてよ。私、今日落ちたら諦めるってお父さんとお母さんに約束してきたんです。そう、子供の頃からずっとカレイドステージで演技するのが夢だったのに。開演なんだ。よかったら見ていかない？え、いいんですか？僕にしてあげられるのはそれくらいだから。本当に？うん。あ、僕はケン。よろしく、ソラ。ありがとう、ケン。ケンもカレイドステージに憧れて入ったの？本当はキャストになりたかったんだけど、僕心臓が弱くてね。だから裏から支えようと思ってマネージメントの方をやってるんだ。そうなんだ。え、ユーリ、本物だ。かっこいいですね。そう？ステージに立ってみたかった。だから大道具には触らないようにって。危険なのはこの人よ。もう出られない。お医者さん呼んでよ。仕方ないな。トラブル発生です。トランポリンキャストを支給。その必要はない。あ、あんたどうしてこんなとこに。オーナー。オーナー。お前が出ろ。は？つもりなんですか、オーナー。素人にいきなり本番ステージなんて無理ですよ。あいつがそう言ったのか。いえ。じゃあお前が口出しすることじゃない。これはチャンスなのかピンチなのか、どっちなの？それは君次第。とにかくこれが私のオーディションと思ってやるしかない。君ならできる。大丈夫だ。人形がしゃべっ そんなわけないか。笑ってる。すごい余裕だ。ソラ、準備いい？かわいい。あの、さっきの子は？ああ、ただひねっただけだって。明日には治ってるよ。彼女はいつも大げさなんだ。よかった。なんであんな子が。どういうつもりかしら。タロスの気まぐれか。来た来た。なんなのよ。なんなの。あなた、あ、あなた、オーディションに遅刻してきた人ね。何やってるの？彼女、トランポリンのショーに出ることに。衣装を脱ぎなさい。え？
素人に務まるほどステージは甘くないわ。でもレイラさん、聞こえないの？嫌です。やらせてください。私ちゃんとやってみせます。俺が出ろと言ったんだ。カロス、行け。はい。演技はさっき教えた通りだからね。はい。笑顔を忘れないでね。はい。大丈夫かな。あ、回転だっけ。どだ、あっちゃあ、ソーラ。ダメ、できない。とても演技なんて無理。ウサギさん頑張って。じゃない、今はやらなきゃいけない。やらなきゃ。ウサギさん受けてる。あとはラストが決まれば。最後まで笑顔。はい。お疲れ様、ソラ。とにかく無事に終わってよかったね。それに結構受けてたし。よくないわ。私のショーの前にこんな恥をさらすなんて。私どうしてもカレイドステージに入りたくて。そのために観客はあんなみっともないショーを見せられたっていうの？もう分かったわね、自分がどれだけ甘いか。あなたの居場所はここにはないわ。はい。早く出て行ってちょうだい。はい。あ、ソラ、放っておきなさい。
レイラさんの大技。死んでもなお不死鳥のように永遠に燃え続けるジュリエットの愛、それがゴールデンフェニックス。それに比べ私はまだ羽ばたくことさえできない。お疲れ様。あいつはどうした？ソラー！ソラー！ちょっと待って！帰らなくていいんだよ！ゴーフーカー！合格したんだよ。合格。どういうつもり？オーディションを受けてもいない子を合格にするなんて。いつか観客はあいつを見るためにここへやってくるようになる。ああ、カロスがそう言ったんだ。いいのかな。いいさ、自信を持って。それに僕は嬉しいんだ、ソラと別れなくて。ソラモリスさん、どうだった？私合格しました。合格できました。そうか、よかったな。いや、俺は信じてたよ。ありがとう。今日から俺がソラのファン第一号だ。ここが寮。とにかく今日はゆっくり休んで。ありがとう。ガレイドステージ、本当に入れたんだ。この人形、確か楽屋にあったのと同じ。私が見えるんだな。やっぱしゃべっ。なぜ笑う？私の名はフー。ステージのせい。ステージのせい？見せてもらいましょうか、あなたのゴールデンフェニックス。というわけで、レイラさんの大技ゴールデンフェニックスに私がチャレンジすることに。しかもできなかったらカレードステージをやめてもらうってレイラさんに言われちゃった。ロミオの胸に飛び込むジュリエットの情熱を表現した難しい技、レイラさん以外には誰もできないって言われてるのに。こうなったらもうやるしかない。ない、ない。次回カレードスター、孤独なすごいチャレンジ、翼は夢、そして空へ。